安田雅史と的場浩司と青野優輝のサードベース。皆さんお盆はどうお過ごされましたか？安田雅史です。こんばんは、的場浩司です。またまたお邪魔させてもらっています。新人女優の青野優輝です。この番組は若手俳優の僕安田雅史と的場浩司と青野優輝がお送りさせていただきたいと思います。まず先日出演させていただきました東京上野ミュージックサマーフェスご来場、東京上のミュージックサマーフェスですね、すみません、はい、ご来場いただきました皆さん、そしてツイッターなどで応援いただいたファンの方々、本当にありがとうございました。これからも青野優輝は女優としてタレントとして、そしていつかはオリジナルの楽曲でも皆様にいろんなメッセージを伝えられるよう頑張っていきたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。今回のオープニングはいきなりパシッと閉まったような感じがするね、コシ君。こういったところは僕も見習っていかないとですね。いやいや、恐れ多いです。では今回はスムーズに僕たちの3人の自己紹介から始めさせていただきたいと思います。まずは僕、安田雅史は1996年生まれで栃木県出身です。現在は役者として活動しており、エキストラやたまにお役をいただいて短編映画などにも出演させていただいております。そして今年9月にブルガリアで開催される東ヨーロッパ最大のサブカルイベント、アニベンチャー2019にて上映が決定した映画22世紀寓話という作品に私安田雅史が出演させていただいております。現在ですね、予告編が YouTube で公開中ですので、ぜひ皆さんご覧ください。的場浩司です。山形県酒田市出身の21歳で昭和音楽大学ミュージカル科に在学しております。現在はですね、少しずつエキストラやスタンドインなどに参加させていただきながら、ワークショップなどで演技の勉強をしております。一日も早くスタッフさん、監督さんなどに的場浩司の存在や名前を覚えていただけるように頑張っていこうと思っております。新人女優でタレント活動もさせていただいております愛知県豊川市出身の23歳青野優輝です。現在は演技のほかグラビアなどにも挑戦させていただいております。そしてお芝居とともに大好きな歌でも、いつか皆さんにメッセージや、ちょっとじゃあ違うんですけど、名前の通り勇気を伝えていけるように頑張っていきたいと思います。こんな3人でセカンドベーススペシャルバージョンサードベース、どうか皆様最後までお楽しみください。それでは最初のコーナーはお楽しみプレステージのコーナー。このコーナーは毎月前半の放送で お話しさせていただいている今月のプレイリポートに連動する形で、これから見に行こうと思っている舞台などの上演情報を僕のいわゆる独断と偏見でご紹介させていただくコーナーになっております。はい、では今回は2作品ご紹介させていただきたいと思います。はい、まず1作品目は人形の家パート2、はい、公演日はですね8月9日から9月1日、場所は紀伊国屋サザンシアター。出演者は長作ひろみさん、山崎はじめさん、那須凛さん、梅沢雅代さんがいらっしゃいます。はい、僕がこの作品を感激したいと思いました理由はですね、こちら1879年にヘンリック・イプセンさんによって書かれた人形の家というものがあるんですよ、の終わりから15年後を描いている作品になっています。この人形の家っていうのはですね、結構戯曲の中では名作と言われているものなんですけれども、僕自身まだ読んだことがないので、でもこのパンフレットにはですね、読んだことがなくても楽しめると書いてありましたので、ぜひこれを機に見て、パート2見てパート1を遡るみたいな感じで勉強していこうかなと思いました。なるほど。でこの作品はですね、2017年にトニー賞の作品賞にも輝いております。でもう一つ僕が、知りたいのは、僕が拝見したいと思ったのは、8日目のセミという映画ご存知でしょうか。はい、8日目のセミで不倫相手の子供を誘拐する役、女性という役で主演を務めていらっしゃいました長作ひろみさんが出演されていることで、ぜひ僕もその8日目のセミですねの演技がとても印象に残りましたので、今回の舞台でぜひもう一度拝見させていただきたいなと思いましたので、この作品選ばさせていただきました。なるほど。そして、もう一つですね、もう一作品は、ナンバー2という作品です。公演日は8月22日から9月1日、場所は神保町花月というところでやっております。はい、出演者は伊地知弘樹さん、小沢慎一郎さん、山脇由依さん、吉川梨沙さんがいらっしゃいます。僕がこの作品を見たいと思った理由は、この、伊地知弘樹さんと小沢慎一郎さんという方はですね、はい、今お笑い芸人としてピスタチオさんという、はいはい、そうですね、
コンビで、活躍されているんですけれども、そういった方がそうお笑い芸人さんたちが作るこう舞台というのは、うん、どういったものなのかなとすごい興味が湧きまして、ぜひ見に行かせていただきたいなと思いました。そしてあと個人的にこう神保町花月に行ってみたいなと、うん、あなるほど神保町花月って行ったことありますか？俺はないかも。ないですか？私もないですね。そうですね、あの神保町花月っていうのはこう吉本のこう若手芸人の方々がこうコントとかその漫才ではなくて、うん、その新喜劇のような新喜劇のような、舞台ではなくて本当のこう芝居というものを見せるそう劇場なんですけれども、なるほど、ね、以前からそういうものを知っておりまして、ぜひ見に行かせていただきたいなと思いました。なるほど、以上が、今月、2つ選ばさせていただきました。以上、お楽しみプレステージのコーナーでした。続いてのコーナーはもっけだの山形のコーナー。このコーナータイトルにつけていただいたもっけだのは山形の方言でありがとうという意味でして、標準語に直しますと、標準語に直しますとですね、ありがとう山形という意味でして、僕のふるさとの山形の魅力をご紹介させていただくコーナーになっております。はい、今回は、山形県の、皆さんもしかしたらすごい興味があるかもしれない、うん、山形県の方言についてお話しさせていただきたいと思います。はい、お願いします。いきなりですが、実は県内共通の山形弁は存在しません。お、そうなんだ。つまりですね、4つに分けられるんですよ。山形県の、そうです、4つです。北西で使われている庄内弁と、うん、北の最上地方の新庄弁、うん、そして中間の村山弁、そして南の沖玉地方で使われている沖玉弁の4つに分けられています。それぞれ、ご説明させていただきます。庄内弁はですね、同じ庄内地方の中でも、北の、酒田市というところと、うん、南の鶴岡市などですね、こう、うん、海沿いとかこう山間部とかですね、うん、こう市街地などによってこう方言が変わるっていう、またその小さいところでまた変わるっていうのがこう庄内弁の特徴になっております。またこう何々をするとか何をしたいするという時はスーッとこう伸ばしてみたり、何々がないとか物がないとかいう時は物がねーってこうねーって言ってみたりします。村山弁はですね、こう中山形県の中間部にあるんですけれども、うん、基本的にこう語尾にスというものを、スという文字をですねつけていただくと、こう丁寧語になるという特徴があります。またこう電話をこうかかってくるじゃないですか、うん、かかってきてこう応答するときに、はい、何々でしたと言ったり、こう例えば僕に電話がかかってきたら、はい、的場講師でしたというような、過去形にすることもあるそうです。面白い。またはですね、こう誰かにお願いするときにですね、何かしてくださいとかあるじゃないですか、うん、例えばなんですけど、こう予約してくださいとかっていうときは、うん、予約しておいてけろとこうけろとこうカエルのようなことを使ったりします。またこう新庄弁はですね、こう山形県の北部の最上地方で話されているんですけれども、こちら死とか字がこう、うん、ちょっとすとかずってわかりますか、この違い、うん、すとずじゃないんですけど、すずというこういう感じで発音されまして、うん、語尾にじゅっとつくところも特徴となっております。またこう相手に同意を求める際ですね、同意を求める場合にこう語尾にまた猫のようなこうにゃーっと使ったりします。例えばですね、こう寒いです、今日寒いですよねってこう問いを求めたいときは、うん、今日寒いにゃってこう伝わったり、可愛らしい表現になっております。そして最後にお話しさせていただく沖玉弁はですね、米沢弁とも呼ばれてまして、先ほどご紹介させていただいた、うん、村山弁よりもこう語調が丁寧なところがこう特徴となっております。また山形弁はですね、全て、統一こうなんでしょう、こう特徴としてですね、うん、こうんから始まる、んから始まるこう言葉があるんですよ。んっていうのはこうしりとりで負けるんですよね、うん、例えばですね、こう標準語でそうですという言いたい時は、こう方言ですと庄内弁だとんだのって言ったり、村山弁だとんだすだべしたって言ったり、新庄弁だとんだじゅんだにゃって言ったり、沖玉弁だとんだつそって言ったりします。そうなんですよ。またこの他にもですね、こう山形弁はすごい面白い言い回しがたくさんありましてですね、こう例えば親がですね、こう子供に話す時のこうシチュエーションなんですけれども、物を食べろって言って子供が食べるよって言って、こっち来て食べろっていう時は、親がけーって子供がくー
って親がこう言ってこうすごい、すごい分かりやすいですね。すごいね、簡略化されてるね。と言ったりですね、例えば物を捨てる、物を捨てるとか、例えばゴミを捨てるとかいう時も、ゴミを投げると言ったり、ちょっと違ったニューシチュエーションとか、なんか言い方になっております。すごいね。そうです、とここでいきなりですが、わがっかな山形弁クイズのコーナー。ちょっといきなりで申し訳ありませんが、はい、今からクイズを出します、はい、計3問出しますので、はい、ぜひ全問正解目指して頑張ってください。はい、またはこう分かりやすくするために一部こう標準語にしておりますので、お多分そこから連想してこう考えてみてください。了解。そういえば始めっぞ。第1問、もしえど思ったらすぐやろう。もしえど思ったらすぐやろう。まあすぐやろうは多分標準語でしょ。そうですね、だからそこは分かりますよね、だからもしえどですね、もしえどがね、そこよく分からないよね。持ったとかそういう、でもなんかそうですよ ね、 もから始まるんじゃないかなっていう、そうですね、連想が。だから多分持った、持ったらすぐやろう、持ったらすぐやろう、そう、ご飯持ったらすぐやろうみたいな、なんかそんな感じかな。安田さんはそれで大丈夫ですか。いいよね、これでいいですか。ゆきちゃん、あれ服。いや、そんなことない。いや、そんな感じ。じゃあ正解はブブーなんだでした。間違いです。もしえだのっていうのはですね、面白いという意味でして、正解は面白いと思ったらすぐやろうという意味です。わー、すごいな。なんか全然違いますね。全然違ったね。第2問、はい、めんこい姉ちゃナンパしてみた。ナンパしてみたしかわかんねえよな、これは。そうですね。でも、聞いたことありますよね。なんだっけ、めんこい。これはですね、あのヒントを差し上げますよ。先ほど、ありがとう、ありがとう。あまりにちょっと違ったので。なんか、まあ、ヒントとして、めんこい姉ちゃ、これは、ヒントとしまして、安田さんが好きかもしれないと言います。好きかもしれない。安田さんが好き。ゆっきちゃんは、別にゆきちゃんは俺だけ、そうですね、俺だけが好き、安田さんが好きかもしれないね。姉ちゃん、まあ、お姉ちゃん、安田さんが好き。お、ね、この子近いかもしれない。めんこいってなんだっけ。めんこい、あ、じゃあ何、なんだろう。いいですよ、なんでも答えてみてください。ちょっとなんか出てこない。でもた綺麗とか、あ、そういう綺麗な、なんですか、姉ちゃんって。姉ちゃんはお姉ちゃん、お姉ちゃんですかね。綺麗なお姉ちゃんナンパしてみ た。三角です。三角、三角。三角というのはほぼ旋回だけど、ちょっとニュアンスが違うよっていう。あ、なるほど。本当はですね、可愛いという意味です。めんこいは。可愛い。お姉ちゃんナンパしてみた。じゃない、コウシ君は俺が可愛いお姉さんが好きそうっていう風に、ちょっとあれなんか、いじってたんだね。そう言って、わからないからって。そう言われるとそうなっちゃう。後輩だね。まあ、第3問、はい。全部、じゃあ最後はですね、やっぱり成功してほしいので、こう最後は全部、庄内弁、庄内弁じゃ山形弁にさせていただきます。はい、言います。焦げたことできるってありがてことだの。すごい、焦げたことできるって濁点が多いね。濁点が多すぎるよね。これは僕すごい分かりやすいと思ったんですけど、焦げたことできる、焦げたことできるってありがてことだの。ありがたいことだろ。あ、おー、まあ、かりがまでありま、ね、だって何。こげだ、こげだ、頑張ったとか、じ、ん、じ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 、手伝ってとか、手伝ってくれたのはありがたいことだなみたいな。あー、なるほど。どう、ブブー、何それ。腹立つわ。腹立つ。いきますよ。正解はこういうことです、こういうことができるのはありがたいことですね、という。ああ、これはその、はい、こういうこと。でもなんかちょっと聞くと、まあ、聞くとなんかちょっと、ね、正解聞くとね、正解聞くとなんか分かりやすい、ね。僕がこのラジオパーソナリティやらせていただいていることは、こげたことできるってありがたいことなのってことで。あ、最後言ってたのね。ああ、なるほど、心情、ね、そういうことですよ。はい、分かる。ではいかがでしたかでしょうか。少しでも山形の魅力ある方言について興味を持っていただけたら嬉しいです。もっきだの山形、ありがとう山形。なんかそれってライブのエンディングみたいだな。もっきだの講師さん、ありがとう講師さん。以上、もっきだの山形のコーナーでした。スペシャルゲストのコーナー、改めまして現在放送中の番組サードベースは
安田正史と的場講師、そして今月のスペシャルゲストプラスボックス新人女優の青野優希でお送りしております。さてようやくここで今月2回にわたってゲストとして出演していただいております新人女優の青野優希さんについていろいろ伺っていきたいと思います。優希さんはですね僕らの質問に正直に答えるようにしてください、はいはいね、あちょっと怖いですけど頑張りますそんな身構えなくていいからねじゃあまずは、はい、じゃあ小さい頃どんな子供だったの？そうですね小さい頃は本当にもうなんか行動力があったなっていう、もうずっとなんか運動も走り回ってましたしずっとなんか運動やってたんですか昔？運動はバスケを小学校からバスケットボールを13年間やってました。はい、もうガチガチにやってました。実はなかなか戦歴がすごいそうで、そうですね結構もう13年間やらせていただいてたので、結構副キャプテンとか、はい、あすごいね、ポジションとかもあの司令塔っていうポジションで、もう本当に何だろう声出していろいろ指示出してっていうポジションだったので重要なところですよね。なんかきっかけとかあるんですか？その始めたきっかけは本当に些細なことなんですけど、はい、本当に地区のバスケットボールでなんか人が足りなくて出てほしいみたいな感じで、スケットでね、そうですね、スケットとして行って、はい、行って本当に私もうその時全然技術力もなくて、うん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 、本当に走り回ってるだけだったんですけどバスケしてねみたいな全然してなかったんですけど、でもそれがね、そうですね、それがきっかけ結構ハマっちゃって、それがもう13年間なるほど、はい、ですね、でそこからねバスケ一筋の女の子になったわけですが、うん、じゃあなぜその13年間やってた女の子、はいはいはい、バスケがですね13年間やってた女の子がですね、はい、芸能界に入ろうと思って、それ気になりますね、それね気になるよ ね、 ね、どういうきっかけなんだろうと思って。きっかけはですね、うん、私本当にバスケと同じぐらい、うん、歌を歌うことがすっごく好きで、はい、保育園の時からなんかモーニング娘さんとかミニモニさんとかを歌って踊ってっていうのがすごく好きで、最初は本当に歌手が夢だったんですけど、そうなんですか、そうですね、小さい頃、はい、歌も歌いたいということで、歌も歌えなくて、実はあれですよね、そうですね、はい、なんかあれですよね、ラジオもうライブ体験されてるみたいで、体験されてて、でそうですよね、その大、うん、大きな会場で、うん、実際僕も、ね、あの行かせていただきましたか、行かせていただいた、ちゃんと見ましたか、ちなみにこう一番好きなアーティストなんかいらっしゃいましたら。一番好きなアーティストさんは、はい、うん、カラオケでよく歌わせていただいてるのは愛子さんの曲ですね。愛子さんね、はい、まあ、いい曲、まあ、俺も知ってるからね、確かにね。じゃあさ、今回の、まあ、ライブに出演するようになったら経緯を知りたいんだよね。どういう経緯でそんな、うん、結構あ前もさ、ね、はい、総勢28組というさ、そんな大きなライブ会場でさ、なかなかないじゃん。そうですね、どういう経緯で参加するってのは。本当にそんなもう機会いただいたのが、本当に事務所に入るって なった時に、うん、私歌も歌って行きたいっていう話をさせていただいたら、はいはいはい、うん、じゃあライブ出てみなよみたいな感じでいただいて、本当に、でもすごい嬉しくて、はい、実際どうでした、当たってみて。実際はもう本当に最初出た瞬間は本当に緊張、うん、緊張がもうすごい大きかったんですけど、でもやっぱ歌ってみるとやっぱ楽しいが本当に一番になりましたね。そうですね、はい、じゃあまあ、歌手としては聞いてるから、まあ、これからはどんな女優さんにやっていきたい、はい、そうですね、うん、女優さんとしてはやっぱりマルチには活躍していきたいなと思ってるので、私スポーツも本当にバスケ先ほども13年間やってたので、はいはい、アクションとかもチャレンジはしてみたいなと思ってまして、ね、本当に幅広い役をこなせる女優さんになりたいなって思って。グラビアとかもやられてますし ね結構いろいろやってるし、ね、そうですね、グラビアも今挑戦させていただいてます。いろいろやってるもんね、はい、はい、聞くところによるとあれですよね、配信番組をやられてた時に、はい、こうですね、視聴者数が第1位になられたそうなんですよ、はい、実際それはあれですね、ありがたいことにファンがついたということですね、自分に。そうですね、どんな感じですか。いやもう本当に信じられないっていう感じですね、私は。でもやっぱファンの方いるとやっぱもう自分のモチベーションもすごい、まあ、確かにもっと上がってくるので、はいはい、頑張ろうっていう気持ちは本当に強くなりますね。ファンの皆様にね、もっともっと楽しんでいただけるようにみたいな ね頑張る自分のね、それ糧にもなるし、ね、はい、そうです、はい、じゃあサインとか考えとかないとですね。ああそうだね、実はサインをもう、え、
なんと練習をしてもうあるんだそうですねいろいろ挑戦してるだけあっていろいろね、すごいね。じゃあ自分の一番のチャームポイントとかは？チャームポイント、うん、私はもう本当に昔からなんですけど、昔から本当に笑顔が素敵って言っていただけることが多くて、そこをね、そうですね、大事にして笑顔はもう絶やさず大事にしていそこを売りに、はい、なるほど、大事にしていってですね、はい、じゃあ最後になんですけれども、こうラジオをお聞きの皆様と、そしてこうゆきさんのファンの方々へこうメッセージなんかありましたら、あ、ぜひ、はい、もうすでにたくさんの方に応援していただいてるんですけども、本当にこれからも女優さんとしてタレントさんとしても本当にいろんな面で活躍していきたいと思ってますので、引き続き応援の方よろしくお願いいたします。はい、はい、ということで今回スペシャルゲストのコーナーということで、はい、やらさせていただきました。うん、まあ、これでね、これを聞いたファンじゃないこのリスナーさんもファンになっていただければね、そうですね、ということで、はい、以上予約できたスペシャルゲスト青野ゆうきのコーナーでした。皆さん、もうエンディングのお時間になってまいりました。今回の放送、皆さんいかがだったでしょうか。皆様からのお便りお願いいたします。メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-vox.com セカンドベースまでお待ちしております。はい、はい、ということで、前回から引き続き、はい、ゆうきちゃんには、ゲストとして、はいはいはい、来させていただきたい、はい、いただきましたが、まああれだよね、いろいろな話をして、はいはい、まあ、ゆうきちゃんと多分こんなに話したのは初めてかな、ね、初めてか、ね、俺はだからね、いろいろ、あ、こういう子なんだとか、うん、あ、バスケ13年間、俺も野球さ、ずっと一筋にやってきたさ、うん、はい、その野球少年だったわけよ、うん、だからスポーツここ3人揃ってね、サッカーだしもね僕サッカー、僕もサッカー、ね、小学校から高校までやってるので、うん、だからもうね、うん、この8月の放送はね、はい、もうスポーツマン3人 で、ね、お送りしてて、いや、どうだった。でも公式もね、ゲストは初めてだよね、はい、僕ゲスト初めてです、ね、どうだった、1回2回やったでもすごい話しやすかったです。まあそうなんですか、はい、ありがとうございます。確かに楽しかったよね、うん、ゆきちゃん楽しめた？いや、私もめちゃくちゃ楽しめました。最初ちょっと緊張しまくってたんですけども、うんうんうん、もう本当に楽しませていただきました。あ、なんかそうね、うん、楽しいって言われるとなんか嬉しいね。嬉しいね、やっててね、まあ、こっちもね、ちょっと緊張してる中ね楽しんでいただけたらね。そうですね、よかった、ね、サードベースですもんね。サードベースだからね、初めてだからね、このセカンドベースになってからのそのサードベース、そうだよ、もうあの番組タイトルすら変えちゃうっていうゆうきちゃんいいです ねすごいちょっと拗ねてたけどね、初めはね。あ、僕がですか、うん、僕のすねは、うん、まあ流してくださいそんなのはもう大丈夫ですか、ね、はい、ね、こんな先輩で、はい、まあ、いいですけどまあ楽しめていただけたらね、はい、嬉しいですね、よかったなって思います、はい、じゃあそれでは、サードベース、次回も同じ時間にお目にかかりたいと思います。まあ、今回の番組パーソナリティは僕安田雅史と的場浩司、そして青野ゆうきでした。皆さん最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。